教えてください。ほのかという女性について。おい、あんたは豊の何を知りたいんだよ。バレンタインに贈る愛のワインですか。はい、そうです、はい、これを本間さんと一緒に。はい。不満ですね。どうしてエフがこんな新入りと。まあ神崎君はこの間の高杉社長との取引も成功させたじゃないですかね。愛しき人へをテーマにテイスティング会を開きましょう。で、神崎君にはフランスワインを、長介君にはイタリアワインをで、選ばれた一本を一押しということでよろしくね。はい。本間さん機嫌悪そうですね。フランス人に取られて彼女が結婚する。ダメだよ篠原さん、それ篠原さん。よーし、わかった。はい、神崎。はい。今度のバレンタインフェアは辞職をかけた勝負だ。はい。フェアに負けた方が会社を辞めてみやびちゃんにデスクを譲るんだよ。私机いりません。部長としてそれを認めるわけには。まあ考えますけど。部長、あ、ちょっと待ってください。僕どんなことがあってもワイン事業部辞めるつもりはありませんから。なんだと。やっとワインと向き合うことができたので。今度こそフランスワインを上回るイタリアワイン持ってきてやっからな。待ってろ。お待たせしました。第三の使徒。このワインはモナリザである。フィレンツェからピサへ向かう途中、一軒のレンガ造りの古い家でのこと。私は芸術家のアトリエらしくその場所である絵画を見た。神秘的で曖昧な微笑みを見せる女を描いた。それは力強さにあふれ、同時に完成された柔らかさと慈しみを持ち合わせ、私の心を綿のように包み込む優しさがあった。私はこの絵を愛しき人だと例えた。女性への尊敬の念が込み上げてくるその絵には最も愛があふれていた。以上です。では一週間後に。モナリザ、愛しき人、神崎先生が愛した女性ということですね。では。ロベール先生、それいただいていいですか。どうぞ。ムッシュ・ロベール、第三の使徒にしてあまりにも非常すぎる問題だ。私の想像が正しければ今回の結末は
豊かよ、お前は本当にそれでいいんだな。商品味の素ソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りします。見えた。はい。モナリザといえばレオナルド・ダ・ヴィンチ。第三の人はイタリアワインですよ、うん、あ、神崎豊もモナリザみたいなぽっちゃり系がタイプかってことは神崎くんもそうかな。だってモナリザってフランスのルーブル美術館にあるんでしょ。だからモナリザイコールイタリアとは言えないと思うけど。あれいたの、いつから。 あの皆さんにとって皆さんにとって愛しき人ってどんな人ですかね。うーん、愛しき人ね、はい、うん、やだ私そんな本人目の前に。しずくさん、え、本当帰ってくれる。もう、まあ、そもそもモナリザには謎が多いんだよな、はい。まあ、ルーブルにある1枚以外にも複数枚存在するとも言われてるし、モデルとなった人物についてもいろんな説がある。例えばダ・ヴィンチ自身だったりとか。お、さすがによく知ってるね。マスター、セラー見てもいい？どうぞ。ダ・ヴィンチはオネーマンズかっつって。神崎くん、お父さんの愛しき人って神崎くんのお母さんのことだよきっと。モナリザを知る？でなければ第三の首都にたどり着くことなど到底不可能かと思うのです。神崎豊の愛しき人。親父の愛しき人か。母さんが死んだ日何してたんだよ。そこに書いてある通りだ。おーい七光。はい。何ボケーっとしてんだよ。お前私物の整理しとけよ。もうすぐ辞めなきゃなんねえんだからな。お前がどんなフランスワインを持ってこようが俺が選んだイタリアワインには絶対にかなわない。本気で辞めさせる気ですね。始めよう。もうモナリザワインも探さなきゃいけないのにミッションやまない。愛しき人、愛しき人。あ、いや今一緒のこと考えてましたよね。第三の人のワインイコール部屋に用意するワイン。うん、線はないですかね。ブルゴーニュだってモナリザですよ。
女性的で優しくてまさに愛しき人って感じしません？そうとも限らないんじゃないですか。一緒にランチしましょう。ランチね、みんなでみんなでランチで、ほんと？いや、あの愛しい人に作ってもらうと、まあこうなるわけだよね。やだやだ。で、何あのモナリザを思わせるワイン。はい、だったらブルゴーニュよりボルドーじゃないかな。ボルドーですか。うん、確かにピノノワールという一つのブドウから作られるブルゴーニュワインにも複雑さはあるけれども、数種類のブドウをブレンドして作られたボルドーワインの方がモナリザの曖昧な複雑さに似てるような気がするな。ありがとうボルドーだったらその中で最も女性的と形容されるワインを作るのはマルゴー村です。マルゴー村のワインはシャトーマルゴーをはじめとして複雑で曖昧な香りが特徴で、口当たりも優しいんですよ。優しさ、そうだな、優しさかもしれないね。でも第三の使徒はともかくバレンタインフェアとしては無理ですよね。五大シャトーのシャトーマルゴーは高すぎるから。確かに最低でも5万はしますからね。5万ですか。そうだ、セカンドワインで探すとか。格付けのセカンドワインだったら 4,5 千円くらいからあるし、首都のワイン探しにもそのままペアにも出してもいいし。篠原さん、セカンドワインって何？ワインを作る醸造所。つまりシャトーにはそれぞれ看板ワインってのがあって、それをファーストラベルって言うんですけど、ファーストラベルで漏れてしまったブドウで作ったのがセカンドワインまあそうとも限らないんだな。え？ファーストワイン用のブドウで作ったワインを樽詰めの段階でテイスターに選別してもらってセカンドワインに回したりすることもある。だから安くてうまいワインを手っ取り早く探すなら、有名シャトーのセカンドワインがおすすめなんですよ。二軍選手とはいえ味わえば一軍と似た印象を持てますからね。その通り。なるほどやっぱり部長ってすごいですね。いやいや、伊達に部長はやってないからねどうせ私は二軍ですから。どうしたんです部長。何のセカンドワイン公開します。セビアワラスルーテジャージーボッソローマジャポネーゼマリノス。あ、ブラビスミブラビスミブラビスミグラッセグラッチェ。やっと出会えたね、セニョリーナ。セキュラペルソナケアモ。ブラボー。お手頃な価格のマルゴー村のワイン飲ませてもらっていいですか。セカンドワインで。セカンドワイン